日本史ミニ講座。今日は泉式部の話です。平安時代の前半を代表する物語が伊勢物語。平安時代の後半を代表する物語が源氏物語です。伊勢物語と源氏物語には、当時の貴族社会の男と女の恋愛関係が投影しています。伊勢物語の時代、家がまだ成立せず、 個人は自由に恋愛を楽しんでいました。だから、伊勢物語では男も女もいろんな男女と付き合うわけです。ところが、家が成立し、男は自分が作った家の財産を自分の子供に継承させるために、自分の子供は本当に俺の子供なんだねということを確認する。つまり、女性に対して不倫はダメよと。 要求すするようになりますでは男の方も不倫をしなかったのかというとそれはそうでもないわけで女に対しては男は一人にしろと言いましたが男の方はたくさんの女たちと関係を持ったわけです。「源氏物語」もそうですね。女の方の不倫は問題にされますが男の方は適当にたくさんの女性と付き合っていくわけです。 その中で私は一人の男を愛しているのに男の方はいろんな女と付き合って私のところに来てくれないと悩む女性が出てきます。典型的なのが道綱の母・影げ日記の作者です。影げ日記の作者のように訪れてこなくなった金家をいつまでも愛し続ける、待ち続ける、そういう 女性の生き方に対して男がたくさんの女と遊んでるんやったら私もたくさんの男と付き合って何が悪いとそう考える女性も出てきますその典型が恋多き女と言われる泉式部です泉式部は下級貴族初代部の娘として生まれました父親は大江政宗 大江家は菅原道真に代表される菅原家と並ぶ学者の家でした。政宗の弟、政平の妻が赤染右衛門です。泉雲式部は若い頃、冷泉天皇の皇后、正氏内親王に仕えていました。正子内親王は、朱雀天皇の一人娘で、朱雀天皇が亡くなった後、村上天皇に育てられ、 冷泉天皇の中宮になります。しかしながら、彰子内親王には外籍がいませんので、彰子内親王に王子が生まれますと、貴族社会としては困ったことになります。冷泉天皇には、これただの娘、海氏とか、金家の娘、長氏が受代していますので、そういう有力な貴族の 娘が王子を産む。貴族社会はそれを期待していました。なので、少子内親王は中宮ですが、霊勢天皇にはあまり近づかず、従って王子は生まれませんでした。しかし、諏訪天皇の娘にして、霊勢天皇の中宮ですから、しかも、この少子内親王は大変教養もあった人のようで、 いろいろな人が少子内親王のもとに集っていました。そういう人たちの中に泉式部や、後に泉式部の愛人になるため高親王、厚道親王がいました。泉式部、はじめ立場の道貞と結婚します。泉式部という名前は、最初の夫、立場の道貞が泉の神であったということから泉と 父親が学者の家で式部の嬢だったのでその2つの名前を組み合わせて泉式部と呼ばれていたようです泉式部は橘のミスターズの間に古式部の内詞を生みますが当時の貴族社会の結婚の在り方夫は妻に対して子供の父親を確定するためにいろんな男と付き合うなでも 男はいろんな女と付き合うんだと。とこのあり方に反発して、夫・立場の道さと別れ、自由に恋愛を楽しむ生き方を選びます。泉式部と沖縄を流した有名な男性に、為高親王がいます。為高親王は、冷泉天皇の次男で、 兄がおきさ親王の後の三条天皇です。長男のおきさだ親王、三条天皇は将来皇太子から天皇になるということ長男のおきさ親王と違い、皇位継承する可能性の少ない次男三男は気楽な立場でした。で 亀高新王や厚道新王は、たくさんの女性と浮き名を流します。泉式部が亀高新王の愛人になって、楽しく暮らしているのを見た父親の大江の正宗は、娘の生き方に怒り、娘を感動してしまいます。1003年、流行り病が流行する中、亀高新王と泉式部は、町中で遊び回り、 伝染病にかかってた高親王は亡くなってしまいます。兄が亡くなった後、泉式部に近づいてきたのは弟の厚道親王でした。泉式部は厚道親王と恋に落ち、男の子、岩倉宮を産みます。こういう厚道親王の生き方に怒った親王の性質、藤原の成時の娘は、 離婚騒動を起こしています。1007年、安通親王も亡くなってしまい、泉式部は藤原康政と再婚します。泉式部と藤原康政が結婚した頃は、康政はもう50代ですから、関係のない話ではあるんですが、一応説明しておきますと、藤原康政には弟に安助という貴族にして盗賊。 最後はと捕まって、日本最初の切腹をしたという、袴田れ靖とも呼ばれる弟がいます。さらに安政の妹は、源の三中と結婚し、河内源氏の祖、源の頼信を生んでいます。さすが情熱の女性と呼ばれる泉式部。このように系図を作ってみますと、多彩な人々が、 泉式部の周りりにいたことがわかりますちなみに真崎式部は泉式部のこういう自由奔放な生き方に対して「うーん」というそういう感想を持っていたようです。